はい、どうもこんばんは、スタジオリバーサイドへようこそ。皆さんね、いろんな、好きなね、ギタリストとか、コピーすると思うんですが、よくね、チョーキングするときにね、ちょっと見えるかな、こういう風にするパターンが多いでしょう。このこう薬指でねチョーキングすることが多いんですよ。これほとんどの皆さんそうと思います。でね、まずギタリストってちょっと人と変わったところがないとなかなか注目されないんですよ。いくらこうオリジナリティを求めてもね、所詮やっぱ人と似ちゃうんですよね。で、僕がよくやるのはこれをなくて、これをね小指でチョーキングするんです。ちょっと指見せますね。一般的な、チョーキングだとここで終わっちゃうんですよね。ところがこれをね、やると何がいいかっていうと次に行けるんです。ね、これを例えばギタリストってのは、ね、できるだけ指の動きがね、動きがないように見える方が美しいんですよ。だからってやるよりもってやった方が指の動きが少なくて済むでしょ。で、生きている中でね、最も偉大なギタリストと言われているのがやっぱエリック・クラプトンさんです。エリック・クラプトンさんってたくさん弾くでしょ。で、ツアーなんかでもね、たくさんの本数をこなしてきたわけですよ。で、彼のチョーキングっていうのはこういうチョーキングじゃないんですよ。よく弾く、こういうふうに、ここを軸にね薬指でってやるチョーキングが一般的なんですけど、彼のチョーキングってね、ここだけでね支えて、見えます？指だけ上下させるんですよ。で、これ何がいいかって疲れない。これやっぱね疲れるんですよ。これ長い時間やってるとこれやっぱ腱鞘炎になる。で、クラプトンさんはね、でこれ上げる時もねってやるとワンパターンなんですよね。でクラプトンさんのはと半端に上げといてからこういうね、弾き方っていうのはね、結局疲れずに、長いツアーをこなすにはね、ギターを痛めないようにしないといけないですし、自分の指をねなるべく酷使しないようにね
できるだけある意味楽をして、自分の体力をね温存しながらツアーを回らないといけないわけです。だからね、だいたいね、いっぱい早く弾いちゃったギタリストって早く死んじゃうんですよ。あのアラン・ホルズワースさんとかね、こう手グワッグワッグワッって開ってこうジャララ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 って、で、あれアラン・ホルズワースさんがこうライトハンドとかね、こうピロリピロリリ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 って、あれがもう世界一だとかねすごいって言うんですけど、実はね、まあすごいですよアラン・ホルズワースさん。でもね、やっぱり何がすごいってスピン陣がすごいですよ。そもそもそういう考えがないんですよね。なんて言ったらいいのかな、こうなんかこうやってってやるでしょ。スペイン人とかってね、普通にこうジャーンジャーンってやった後にみたいなのを遊びでやるんですよ。全然練習しようとかうまく弾いてやろうって気持ちがないんですよね、こっちの手暇だからこうバリロリンってやるみたいな、ね、彼らも全然レベルが違いますよね。ぜひね、スペイン人のプレイヤーをの演奏を聴いてみると、ロックギター、まあ、ジャズはねちょっとまた奏法は違いますけど、スペイン人のギターを弾いてみると、聴いてみると、プレイの幅がねすごく広がると思います。僕はねピッキング下手ですし、そんなにね早く弾いたりすごいね、もうこんなこうライトハンドでバラ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 ってできないんで、もうできないことはやらないことにしてます。だって無理なんだもん、無理なもんは無理ですよ。だね、結構ね難しいってされてるのが禁じられた遊びをね、これエレキギターで弾くのがね意外と難しいんですよ。ちょっと弾いてみますね。楽器さんにね、竹内さんこれ意外とやってみて難しいですよって言われて、そんなに難しいかなと思ったんですけどね、最初弾けなかったんですよ。なんでかっていうと、クラシックギターに比べてね、ネックがね幅が狭いでしょ。だからね指が余っちゃうんですよ、こう制覇した時にね。でそもそもロックギターってなんで細くなってったかっていうと、やっぱ楽ができるんですよね。ところがね、ガットギターの場合ね、1.5 倍ぐらいかな、この幅があるんですよ。だからこの弦と弦の間が当然広いんでね、こういう指の形を作った時にね、まあ、ちょうど良くなってるわけですよ。ところがね、これね、
ギターでいくとね、意外と難しかったです。だからね、ちょっと練習してみたんですけど、ね、難しかったです。でもやっぱりね、練習してればね、面白いんでね、まあ、できるようになっちゃうんですけどね。でもね、ガットギターって3弦のチューニングがね、微妙にずらさないと、物理的にね、オクターブチューニングができないでしょ。エレキギターの場合はね、このブリッジのね、コマの部分をね、こっちやったりこっちやったりすることで、弦のね、弦長、長さを変えることで、オクターブチューニングが変えられるわけです。オクターブチューニングっていうのは結局、440Hz から、倍になった 880Hz ね。これが合ってないとね、すごく気持ち悪いんですよ。で、よく路上なんかでね、若い女性の方がね、なんだあれは、なんて言うんだっけ、こうジャガジャガやるやつ、アコースギターじゃないな、マーチンとかモーリスとかね、ちょっと何ギターっていうのか忘れちゃいましたけど、あれを弾いてるんですけどね、まずオクターブチューニングが合ってないで、あと座って弾いてるでしょ、うつむいて、あれはね、もったいない。結構ね、最近歌上手なね、方いるんですよ。ぜひね、立ってね、ちゃんとしっかりと、その誰に向かって歌うのか、ぼんやりとね、遠くを眺めてね、帰宅帰りのサラリーマンさんにね、歌ってもね、それはね、誰の心にも響きませんよ。まず一人のね、サラリーマンさんの前に立って、私の歌、男の人だったら俺の歌を聴いてくださいと。気に入ったらね、100円でもいいんで、お金ないんで気に入ったら、ここに、ね、缶に入れてくれませんかってお願いすればね、やっぱりね、その人のために歌ってくれる、それはやっぱりね、全然違いますよ。まずね、500円くらいはね、払ってくれますよ。だね、誰に対して歌ってるのか、誰に向かって歌ってるのか、何になりたいのか、ただ趣味で、路上に座ってね、歌ってるんなら、これは正直迷惑でしょう。そうじゃなくて、一人の人を癒そうっていう、そういう気持ちでね、歌うんだったら、これは素晴らしい活動ですよ。でね、はっきり言って技術的に未熟な人が多い。確かにね、歌うまいんですけど、カラオケで歌って、なんとかちゃん歌うまいじゃんみたいな感じで、その延長線上で歌ってるんですけど、声量、声の量がね、全然小さいんですよ。私高卒やからね、仕事みたいな、全然ね、そのマイク通さないと通らないような声じゃ、やっぱりね、人の心は打たないんですよ。中島みゆきさんすごいでしょ。私中卒やからね、
仕事もらわれへんのやのと泣いたって、人がなんでお金払うかっていうと、まあ、動物園のペンギンってすごいでしょ。だね、人間ってすごいなって思わないとお金って払わないんですよ。だからね、ボソ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 歌っててもそれはね、人お金払わないですよ。やっぱり下手でもいいから、ってそこでね、若干ピッチなんか狂ってたっていいんですよ。もらわれへんのやと泣いたって、うわーこの子すげえなーって思ったらね、キエって心に響きますよ。何の話してたんだっけ？要するにね、なんか自分の必殺技みたいなね。そういうのをね、持ってるとね、いつか花開きますよ。僕もね、小指でチョーキングするのってね、まあ、相当練習しましたよ。だってこんなちっちゃい指でさ、弦をグイッてやるんですから。でもね、やってればそのうちできるようになります。誰かと同じことをやってたらその人を超えられないですから。僕の友達はね、僕の先輩にはね、やっぱり偉大なギタリストが多いです。その人たちの真似をしてても僕はね、一生彼らを超えることはできない。ね、彼らができないこと、彼らが思いつかないことを、やる。そうすればね、ずっとそれをやってれば、あれ変な弾き方してんなとかね、そんなところでそんな風に弾いちゃうのみたいな。とにかくね、人の注目を浴びないとダメですよ。注目されればね、必ず何かいいことがあります。何の話したんだっけ、分かんなくなっちゃった。ギター楽しみましょうとかね、音楽を演奏しましょう。それはね、アマチュアの方はね、ぜひ楽しんでください。いっぱい楽しんでください。ギター楽しい趣味です。おじいちゃんになってもね、ギター弾けます。ただプロで食べていこうっていう人はまずね、ミュージシャンなんて儲かりません。だからね、何をまず学んだらいいかって言ったらね、ご飯食べない練習。だってご飯食べられないんだもん。太ってるミュージシャンなんていないでしょ。まあ、ミッキー吉野さんとかね、太ってらっしゃいますけどね、あの人すごくたくさん儲かったんで太って多いと思うんですけどね。僕が知ってる限りね、太ってるミュージシャンなんていないですよ。だって儲かんないんだもん。ミシェガン・エレファントのね、千葉雄介さんとかガリガリでしょ。だね、あんなにガリガリだとお腹空いてんだろうな、じゃあCD 買っちゃおうかなって思うわけですよ。でも小太りでね、儲かってそうだったら、こんな儲かってんだったら CD 買わねえよってなるじゃないですか。ね、俺もね、今日ご飯食べてないんですよ。だってご飯一食食べるぐらいだったら弦買えるしね、なるべくね、デブはダメ。まずね、まあ死んじゃったら困るけどね、
まあ、人間そうそう死なないっすよ、食べなくても。ガンジーさんだってね、相当食べなかったけど死ななかったでしょ。だからね、まあ今熱中症でね、倒れたからって死んじゃったら死んじゃったんだよ、もうそれしょうがないじゃないですか。だからね、いかに食べないで、一生懸命ギター練習するか、6時間とかね、そんなんじゃね全然無理。俺はだいたい1日18時間ギター弾いてるんですけど、18時間ギター弾いててもこんな程度だからね、自分で情けないよ、18時間も弾いてんのに。いつまでたってもね、上達しないですよ。でもね、18時間弾いてるとね、分かることってあるんですね。疲れちゃうとね、いかに楽をするかそういうことをね、考えるようになるんですよ。だからね、バイトしながらね、ミュージシャンを目指してる若者とかいると思うんですけど、バイトなんかしなくていいんじゃないですかね。そんな時間があるんだったらね、ずっとギター弾いてりゃね、近所の人がね、なんかおにぎりかなんか差し入れしてくれますよ俺もそんな感じだもん。まあいい年こいて恥ずかしいお話でした。今日ご紹介したのはね、何の話だか分かんなくなっちゃった。まあ、必殺技を持ちましょうってことですよ。でね、無駄にステージで動かない、こんなとかね、こんなとかね、ああいうのはみっともないですよ。なるべく動かない、なるべく疲れないように。それがね、長年ギターを弾き続ける秘訣だと思います。全然参考にならなくてごめんね。なんかこじゃれたね、ちょっとおしゃれなね、ちょっとこう金髪のお兄さんがピロピロってギター弾いて、こんな感じで弾くといいっすよみたいな、そういう YouTube のね動画が人気ですけど、俺はちょっと違う感じかな。本気でね、本気で、やってる人の、ためになるようなことを話していければねいいと思います。それじゃあね、また次回の動画でお会いしましょう。シュースンです。もう1時ですね。はい、ここで寝たら負け、ここでギターを弾いたらみんなよりちょっと上手になれる。そこの違いかな。それではまたお会いしましょう。See you soon です。じゃあね。